よし。ああ、固まった。うん、このショットガンも。まあまあ強いか。おー危ない、いいね。つえつえ、これは使えるわ。お金貯めてダイアンクス増やすか。いた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 、あと一匹。おーっ、危な。おっ、びっくりした。やっぱダメージ食らうか。なんや、いた。なんだよこいつ。待って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 。パテだ。ちょっと受けてみようか。ホランの話。おい、どんだけ湧いてくんだよこいつ。お金お金。それってどこに？そうそうだ、忘れてた、ごめん。ここにはお墓がたくさんあります。めちゃめちゃ超たくさん。マジ？いや待った。お、ちょっと待って。ああ、ここはもともと海底だろ。なんで墓なんてあるんだ？そういう設定だからよ、バレンティーニ。武装しているところを見ると戦いはお手の物だろう。コイルとディッサークどもを倒し、黒魔術で飛び散ったヤーラの5つの声の破片を集めてほしい。声だ？一体どういうことだ？奴らは彼女の天使のような声を歪め、フェルサーベントを呼び出すための悪しき共鳴として用いている。ヤーラの思い出を汚し、その魂をこの世に縛り付けているのだ。彼女が解放されるまで私は安らかに眠れない。あの日、私たちは昼間の航海を楽しんでいた。ヤーラが歌ってくれた歌は本当に美しかった。だがその時、海が荒れ始めたのだ。こっちから行こうか。箱。
あーばい。シールドだ。早くねえか。ねえわ。なんか落とした。これか。ちょい。あと1匹だ。1匹じゃねえ、2匹、3匹。まあまあいるな。あれ、もう拾ったか。こっちは、向こう側に渡れるのか。ここなんかマップ上では表示されている隠しルート的なものがあるんだが、いけないな。うわ、ミミックだ。ほい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 と。これいいよ、金。金ゲットしたな。気のせいだったわ。魔法だ。魔法だ。とりあえず一回どんなんか使ってみようか。おお。まあちょっといいかな。片付けた。拾えねえ。やっぱりさっきの魔法を一回実戦で使ってみようか。
待てよ、うまいこと一列にさせて打ちたいけども難しいな。一旦すげえ、あー死んじゃった。よしよし、あぶねえ、死ぬとこだった。死んだけど死んでないからね。びっくりした。結構強いな、これ。これ使うか。同じのばっかり使ってても飽きるしな。それで言ったらこのサブマシンガンも早く変えたいんだけど、これよりいいやつが出てこないんだよな。待って、あれ武器箱届くかな。あ、いけるわ普通に。おー紫や。でもなんか微妙な感じだな。あー、こういうやつか。壊れちゃうパターンのやつだな。使い方注意パターン。まあオーバーヒートさえさせなければ問題ないっちゃないからな、これは。あー強え。これ確か武器しまってる間オーバーヒート回復しなかったよな確か。待って、これリロードっていうかあのアクションが入ったってことはもう一回オーバーヒートしたってことになるのかな。いや、でもしてないよ、もんな。あ、いた。痛い、刺さった。ラスト1個。これ壊れる回数表示されなかったよな確か。危ない。死んじゃう。
よいしょ。終わり。あとは置くだけか。そこにあるのってビー玉？壊して記憶を取り戻したいの。弱いね。開いた。紫なんか落としたぞ。終わり。ああ、ここか。なるほどね。何も聞こえないな。彼女の歌だ。最後に歌ってくれたあの歌だ。記憶にあるよりずっと美しい。愛するヤーラ、生きているうちに君を救えなかった自分の不甲斐なさを永遠に恥じよう。だがシスラも私たちを引き離すことはできなかった。これまでずっと君から奪われてきた安らかな眠りがようやく訪れることを祈っている。さあ彼女に声を返してやってくれ。ほら、もう手放していいのよ。取り戻したばかりだ。私たちはまた結ばれる。そのために手放すの。愛する君が言うなら。ちょっとはレベル足りねえ。一応置いとくか。んーで、新しいシールドが、一応これまあどうしようかな。いや、これはもういらんか。
ムシムシ。道が塞がれてんだ。トリー、お前の破壊的ピーコックチマシの出番だぜ。あー、まじで、その前に自動販売機行こう。もうなんかすげえあるな。よし、シールドと、うん、この魔法ももう売り飛ばすか。これで、ん？殴られてる？気のせいか。これ良さげだけどクソ高えな。俺もクソたっけえな。よし、行こうか。